五福島神社五福島菅主家は、秋国五福島神社の菅主を務めた一族である。鎌倉時代末期から、戦国時代には、在地武士団として活動し、水軍を備えた国人勢力として活動した。家門は、行用区用。水古天皇元年に、秋国再起の有力豪族であった、再起安職が、社殿造営の信託を受け、 直教を得て小笠浜に社殿を創建したのが、五福島神社の縁起である。文献にその名が初めて認められるのは、公認2年となる。その後、五福島神社の官主家は、佐伯氏が世襲していた。平安時代末期の官主家の当主であった、佐伯影宏は、兵士一門に取り入り、五福島神社は、兵家の保護を受け、栄えた。その後、 平家は、元略2年、樹永4年の壇の裏の戦いで壊滅した。鎌倉幕府が開かれ、現時の時代となると、佐伯景影広は今度は、鎌倉幕府に取り入った。その後の30年、時代の荒波を乗り越えて、五福島神社と神職の佐伯氏は、繁栄を続けた。しかし、佐伯氏の繁栄は続かなかった。上級3年の上級の乱で、 佐伯氏は、後鳥羽上皇側として活動したため、乱の集結後に、佐伯氏は菅主や当主の座を下ろされ、鎌倉幕府の御家人であった、藤原近刃が新たな五島菅主家となった。その後の佐伯氏は、五島神社の神官として活動することとなるが、県庁三年に奉納する前をめぐっての内部対立から訴訟問題を起こしている。上級の乱の結果、 上級三年頃に中原近義の一族である藤原近兼が新たな五島勘主となった。しかし藤原近兼は幕府の要人でもあり、五島に下校して新職を務めることはなく、他の御家人同様、大官派遣による支配であった。その後、五島神社は安定した時代を迎えるが、鎌倉時代末期には、 中央情勢の変化もあり、徐々に車両に下校する一族が現れた。この頃より、五島官主や藤原氏は、秋国に土着し、永任2年から永任6年にかけて、五島官主や藤原地下支線は、鎌倉幕府より車両として、桑原新城、支持原、平良省、茨、城、京都、六原、鎌倉の屋敷地を安堵され、在地勢力として、 勢力を蓄えるのである。剣務の申請から、南北朝時代の動乱では、最初鎌倉幕府軍として、千早城、赤坂城にこもった、楠木の正重と戦う等の行動が見られる。時の当主の藤原地下主権は騒乱に巻き込まれて、南朝、剣務三年、沿元元年、北朝、剣務三年に討ち死にした。親権の不慮の死により、藤原地下直が、 か主職を継承した。南朝、剣武三年、延元元年、北朝、剣武三年から南朝、元中四年、北朝、四徳四年、下京元年の五十年もの長期にわたって、五島か主への当主であった親父家は、足利高氏に接近し、その庇護を得た。そして、南北朝の動乱が一定の安定した時代を迎えると、 近隣の小早川氏と所領をめぐって争いを起こし、巣王国の大主大内氏へと接近して、その庇護を得た。結果、大内氏に従属する形となり、大英四年には、大内光弘氏の養成により、小西氏への攻撃に参加し、九州で病没している。続いて、当主となった。 藤原親種も、大内義弘に従って、王永六年の王永の乱にも加わり、足利幕府軍と関係を交えた。義弘の内死にに伴い幕府軍に降伏し、足利義満に許されて帰国した。過吉四年、文安元年頃に、藤原親藤が死去し、官主家の当主は、藤原京親となった。京親は、毛利氏の一門である長屋氏からの養子であった。 毛利氏は、大江勢で、五福島官主家の藤原氏と同族でもあった上に、同じ秋黒人としてのつながりでいる志士だと思われる。この頃の五福島官主家は所領を、秋武田氏等に横領され、高昇三年、長六元年、小学簿川京徳六年には、大内氏と秋武田氏の合戦を引き起こした。文紀四年、永昇元年に、 藤原京親が死去、後を継いだ藤原沖地下も永翔5年に京都で病死し、五福島官主家の勢力は衰退の一途をたどり始める。同時に後継の座をめぐって一族内でも内紛が発生。五福島官主家の一族である友田京富士と小方菅守は五福島官主家の正当な後継者を主張して争うこととなった。 大英三年四月、友田京富寺が、秋武田氏投手、武田光一らの支援を得て、五福島官主への投手となり、後継者争いに、一応の決着がついたように見えた。しかし、大内氏は、翌年に兵を率いて桜尾城を攻撃し、京富寺を隠居に追い込み、新たに、藤原県富士を新たな五福島官主への投手とした。 友田京富寺は野望たくましい人物で、これくらいのことで、諦めはしなかった。私服の期間を経て、天文9年に、吉田軍山城の戦いが起きると、大内氏に反旗を翻し、大内氏と対決した。しかし翌年、吉田軍山城の戦いは、毛利、大内連合軍の勝利となり、京富寺の目論見みは外れた。結果、桜お城は、 大内氏の大軍に包囲され、友田京夫寺は、城内で自害を余儀なくされ、京夫寺の弟で五島菅主家の当主、藤原博志治も、五日市で自害した。実質的にこれで五島菅主家は滅亡した。藤原氏が滅亡したため、大内義高の家臣で、小形菅守の娘婿であった、杉隆信が、新たに、五島菅主家当主となり、 過去にその当主であった佐伯氏の名跡を継いで、佐伯慶況と名乗った。五福島社本殿の田中身で、佐伯氏の一族、田森ふ明が、それを補佐する形となった。しかし大幅にその権力を縮小され、秋国々人勢力から、再始職管理者の立場に落とされた。天文20年に、大内義隆は、東高房の無本に相自い、天文24年。 工事元年には、その東春方も、五福島の戦いで、毛利元成に敗北、自害した。これよりあとは、代々佐柄騎士が、歴代当主として活動し、現代に続いている。ありがとうございます。